さんさん、これですね、ちょっとこの会場の盛り上がりを一度確かめたいなと思うんですけれども、ちょっと聞いてみたいと思います。島鉄ゴーゴーキッズ祭り、皆さん盛り上がってますか？はい、2.5 割の方すごく楽しんでらっしゃるようでですね、残りの 7.5 割の方も一緒に行きましょう。皆さん盛り上がってますか？なんでさっきより減ったんですか？イエーイくださいね、皆さん。でイエーイの練習しましょうか。せーの。そういう感じじゃないですか今日。はい、じゃあもう一回だけ聞きますよ。皆さん盛り上がってますか？大体身内みたいですね。ありがとうございます。さあ、改めましてボイスパフォーマーの松尾直也と申します。よろしくお願いいたします。簡単に言うと口から出る音だけでパフォーマンスしていくんですけれども、皆さんもしかしたら聞いたことあるんじゃないかなと思いますけれどもですね、今からパフォーマンスする前に皆さんにお願いしたいことがあります。本日島鉄ゴーゴーキッズ祭り、この会場を一番今から盛り上げたいなと思っておりますのでですね、皆さんにご協力いただきたいなと思うのが、ここ今からもうちょっと人をたくさん集めたいなと思うので、ですね、皆さんちょっと協力していただきたいのが、まず近くにいる皆さん、ちょっとこの声が聞こえる皆さん、できるだけこう近くに寄っていただいてもよろしいでしょうか。空気の読める大人の皆さん多いようですからね。 ありがとうございます、ありがとうございます。さあどんどん寄ってください、寄ってください。そして今からこの声聞こえますか？この声聞こえますか皆さん？ OK。 今からパフォーマンスをするんですけども、3、2、1、パッてしたら今まで見たことがないぐらいすごく面白いことが起きたっていう表情でうわーっと驚いてください。 OK です。一回練習いきますよ。声でわーって言ってください。そしたら人集まってきます。いきますよ。3、2、1。 OK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  ですよ。そしたらってなったらそのままパフォーマンス始めます。よろしいですか皆さん。いきますよ。それではいきましょう。わー、それじゃ多分集まってこないんですね。もう一回いきましょう。3、2、1。Ladies and gentlemen, this is the voice performer の松尾直也と申します。よろしくお願いします。もっと大きい手拍子いただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。さあ、ですね、なんかちょっと人が減っちゃったみたいなので、もうちょっと近づいていいですか。はい、ありがとうございます。もうちょっとお願いですか。ふんふん、チェック、ワン、ツー、ツー、ツー、オッケー、ありがとうございます。
さてさて、ここからですね、ちょっとまだよく何やってるか分かんないなっていう方のためにですね、一個ずつ音を鳴らしていきたいと思います。皆さんまずはお願いがあります。目をつぶってみてください。そして下を向いてみてください。想像してください。目の前にドラムのセットがあります。それを私今から一個ずつ叩いていきます。まずはバスドラム、そしてスネア、ハイハット、そしてタムとシンバル。ありがとうございます。さあこれを使ってですね、どんどん新しい音が増えていくんです。今から演奏しますけれどもですね、最初はなんか少ない音から入ってだんだん音が増えていきますので、皆さん、ゆっくり楽しんでください。で盛り上がってきたですね、手拍子をお願いしますと。さあさあ、これでもう一度皆さんにお願いがあります。ぜひですね、もうちょっとだけこう遠巻きでこう何やってんだろうあのおじさんって見てる方ですね、近寄っていただけると嬉しいです。このまんま心の距離みたいな感じなんでね、もうちょっとこの辺ぐらいまでこう来てほしいなっていうのがあるんだけどね、もう出演者のみんなもね来てくれたら嬉しいな。 ありがとう。もうその辺がいい、その辺がいい、その辺がありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。さあさあさあ、行きましょう。ではそれではですね、今からパフォーマンスしてまいります。松尾直也と言うんですけれども、ボイスパフォーマーというからにはね、なんか音楽っぽくないこともやるんじゃないのと、思う方もいらっしゃるかと思いますけれどもですね、それちょっと実はねあるんですよ。皆さんに今から見ていただきたいのが、今から音真似をします。音、日常の生活に皆さんがこう聞いたことがある音を今からモノマネしていきます。で皆さんちょっと聞いていただいていいですか。これ今からですね、僕まずパーカーのチャックがジーって開く音をやるんですけど、これやるとですね、大体シーンってなるんですよね。結構30回に29回ぐらいシーンってなるんです。だからなんか今のすごかった、似てた、面白かったなって思ったら、もうわって思った瞬間にもう何とは言わないです。特に空気の読める大人の皆さん、何とは言わないですけどお願いします。いきますよ。でも意味わかりますか、わかりますか。さあじゃあチャックを開ける音、セーフ。ありがとうございます。さあもう一個いきましょう、もう一個いきましょう。水がどっかからポタポタ落ちてるな。なるほど、あそこの蛇口から漏れてるのか、その蛇口を閉めちゃいましょうっていうのをやります。引き続きお約束、皆さんよろしくお願いしますね。
きましょう。調子がいいのでもう一回いきましょう。もうすぐね、こう今日は暑いですけど、もっと暑くなってくると蚊がいっぱい湧いてくるんですね。バーンって湧いてきます。で、その蚊をスプレーを振って殺虫スプレーでプシューってやってポトッと落とすってやつやります。僕2つの音を同時に演奏できるんですね。それを利用してちょっとやってみたいと思います。いきますよ。とんだ茶番が出てきたなと思ったでしょ。あれ、この後ですね、ちょっとダンスパフォーマンスとかも入ってるのですね、ぜひそっちの方で盛り上がっていただけたらと思いますけれども、今出てきた音をミックス、2つの音を同時に演奏、そしてチャックの音でポチャポチャの音ミックスして最後僕のパフォーマンス締めさせていただきます。ありがとうございます。